最も沈んだことです。まさに。さあ本日はですね、おいお前、なんだ勝負だ。なんだよ、どう勝負すんの。フィッシャーズの中ですごく運がいい男、年末ジャンボだったりとかゲーム当てたりとか、はい、動画の中でも結構幸運なんだほどございます。そしてですね、あなた、はい、運が苦手と。運が苦手なんです。まあ言っちゃえば不幸なんですよ。ぶっちゃけ運で何かしら獲得したことがほぼない。確かに2分の1絶対外すもんね。絶対外れるもんね。だそれぐらいなんか自分が必要としてる運が発揮されない。なるほどね。ちょっと今もう運が悪いですね。今もダメですね。まあ後ろにお前の、まあ、だこういうのですよ。そうだよね。今めっちゃ面白いな。やばいね。運が得意な人と運が苦手な人で、はい、久々に1000円ガチャやりたい。今日はですね、はい、こちら、はい、1万円ずつございます。お今日の一人の予算1万円でございます。で1万円ずつ1000円ガチャを回してよりいい景品を出した方の勝ちです今日は。あ、それいいね。まあ高級なのが出たらなおよし、外れだらけでも、まあ、ちょっと考えますそれは。ということで、はい、運の得意なやつと運の苦手なやつで1000円ジャンキー1万円バトルを今日はやりたいと思います。おら早速いきましょう。はい、はい、ついてきてください。はい、今日も暑いですね。今日も暑いですね。ジャンキーがこちらです。どんなところにあんねんってやつ見てよ。おりじゃんこれ。案外さ、当たりが入ってるやつってそんなに売れ行きが良くないとこに入ってると思うんだよね。今までさ結構人通りの多い1000円自販機やってきたじゃん。やってきた。ここ入ってんじゃねっていう予想。誰もおさのその場所な。どっちから行く。景品の良し悪しで今日勝ちが決まります。だからこれ表か裏かで多分だいぶ違うと思う。そうだよね。うん、マサイにあげるよそれ。あ、じゃあちょ、運苦手だからこそ先やるわ。じゃで2年ぶりぐらいにやるか。景品も結構変わってんだよね。スイッチとかプレステ5とかになってるもんね。変わったね。ようやく更新されたかって感じ。うん、じゃあ千円ジャンキー、うん、いい男か悪い男どっち勝つのか始めていこう。お前多分千円いられんの久々だろ。ね、来た入った。じゃあゲームスタート。よし、今日マサイが塗り替える可能性もあるからね。あるよ、ここにしよう。はい、行くよ。ん、重たくねえ。これ軽い音だと大体外れなんだよな。そう。え、なにこれ、英語めっちゃ書いてある。英語めっちゃ書いてある。アルファベットタンブラー。え、あ、じゃあまんまじゃん。あ、読んじゃったやん。はい、はい、まさか何が出ましたか。アルファベットタンブラーです。あら、まあ普通だね。え、でも実用性あるやつが出て最初に。確かになんかめっちゃ雑魚のおもちゃではない。あ、まあまあまあ、にしてはいいんじゃない。外れではない感じ。うん、なるほど。まあ、いや俺ね、今日一回もダブらずに行くわ。ダブらないって結構むずいよ自販機で。この自販機めっちゃダブる感じ、ね。うん、まあ左上行きます。うん、頼む。雑魚のヨーヨーとか出ないの押しますね。あー出た、それ。うわ、よかった。 LED ヘッドライト、工事用のやつ。なんでここで出るんですか。今んとこややコップリード。そうだ。こっからっすよ。うん、さあ頑張って。これ、え、軽い音、絶対軽い。これきたきた。毎度おなじみ雑魚の箱。これさ、箱に差って書いてある。これ何の差なんだろう。何の差だと思う。そう、え、めっちゃ便利じゃない。落とし物発見機。え、え、やばいやばいやばいやば。え、なかなか便利なやつ出てきたじゃん。 Bluetooth だしかも。もう株式会社ピーナッツクラブ。どこが作ってんだよね。今んとこ実用性すごいよね。え、何年目が取れてでかいのが欲しいよな、ね。まだ左上。はい、でかいよ。あ、音はいいぞ。何？ブルートゥースイヤホン。おお、なんかちょっとエアポッツ風味だね。言わないの。よし入った。軽い。なんかやってきてると思うんだよな。あれ、あ、でもちょっと大きいじゃん。開けます。はい、2個入ってる。え、これ2個入ってるの。おい、え、お前さっきヘッドライト当てたよな。それよりいいライト出てきたぞ。なんだよ。お前縄文のライト当てたのか。え、何出た。ダブル充電ダイナモライト。え、すごいじゃん。手巻きで充電できんの。え、やば。ソーラーパネルついてんの。めっちゃいいじゃん。俺のヘッドライトよりはるかに上だそれ。もう一個入ってんの。防災アルミブランケット。身を守れってこと。防災するに越したことないからね。え、これ納得できる1000円じゃない。え、ちょっと頑張ろう俺も。ちょっといつも違うとこ行くわ。あ、ちょっと待って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 、見えた、なんか見えた、なんか見えた、なんか見えた。ゲームが出ました。え、やばくない。ゲームコンピューターカラー。
まあ、とあるゲーム機をモチーフにした。だからそれを言うなって。とあるゲームも。さっきからずっとエアポッツんだけど、そうだよ。ゲームボーイカラーって言いたいんか、お前は。言った、言った、言った。レトロゲー遊べるゲーム機出た。ああ、でもなんか、らしいのが出たの。いや、ゲームは当たりでしょ。だそれが、もうゲームボーイカラーだったら言われた。そうなんだよな。ほら。じゃじゃん、行きましょう。はい。あら、白箱だな。え、知らねえ家電出てきた。ネックバンド空気清浄機。なんだそれは、なんだそれは。いや、俺いくつか家電は調べてきた自信あるんだけど。もうね、これ知らない。いきます。あ、白箱だ。これ1000以上あるよ。鬼滅の刃のお財布。俺ら一回もここで大当たりあったことないもんね。うわ、わーい、ダブってはねえけどさ、これダブりが一番外れだから、ね、いや、ダブってはねえんだよ。何ダブってはねえんだよ。ライトなの。またライトか。ライトこれ何ライト。アウトドアとか夜とかに強いライトですね。あー、ちょっとでいいな。前、これはやばい。出た。ちょ、待てよ。ちょっと待って。出ただろ、ゲームが。いや、見たことあるな。ゲーム出たよ。いろんな意味で見たことあるよ。ゲーム出たよ。ダブリ出てきたね、ついに。6000円目。もういいよ。いいね、これであれだね、2人分防災できるね。いや、棚もここらで。便利アイテム。するかも。あー、なんかでも、おなじみって感じだね。やば、暑い。なんか、涼しくなるやつ欲しいな。確かに。扇風機。ねえ。あ、もう。ヘッドライト。ちょ、工事の仕事やってるやついるからそいつにあげるわ。2個もいらないだろ。そいつ多分これよりいいの持ってる人。そうなんだな。間違いない。回してる。1個ぐらい当たり出てもいいと思うけどね。あー、その細長見たことある。そのモード入ってる。ごめんな、今日36であるんだ。おお、来た。言ってたやつ。ほら、扇風機来た。ハンディファンか。いや、これ今一番欲しかったでしょ。電池ある？ないです。使えないね。8000円目。やばい、お互いあと3回ずつ。マジで？え、軽っ。防災のさって書いてある。あ出た、この謎のさ。な、俺落とし物しないよ。あ、便利なんだけどね、落とし物発見機。うわー。じゃあそれかよ。ほら、もう2000円しかないよ。まだちょっとこっち来て、そのまま頭下げて。お前これどこでもらってきたの、これ。お前空から糸くず飛んできて。誰か空に塗ってた。縫い物なんすね。そういうことじゃない。神様こうやって。いや、でもいいね、ちょっと大事にしてそうなところ。あー、聞いたことある。ダブってない。マジで？あら、え、すごい、腕時計出た。え、待って、お金書いてある。お金書いて、お金書いてある。2500円。やばい、当たりじゃねえこれ。やっと元取った。そろそろ当たれ。あ、新しい。え、すっげえいらない機能ついてるけど便利なやつ出たわ。見て、光る USB 充電ケーブル。それに電気使うなよと思っちゃう。なんだよな、ライトニングケーブルってのはそういうことじゃないよね。そういうことじゃない。最終ラウンドです。よし、ラスト1000円。不吉な音。ああ、え、また新しい暗号来た。新しい。か、か、何のかだろう。蚊取り線香。まあ確かにちょうどそれぐらいのサイズだな。人によっちゃいいわ。え、こちら。あ、ジャイコ。そう。ドラえもんジャイコのパスケース。またピンポイントな。外れより全然いい。そうね。あ、最後これか。頼む。ラスト。あー、終わったわ。マジ？終わったよ。お疲れ様です。セルカポ。そりゃ終わったわ。帰ろう。ちょっと。いや、でもぶっちゃけさ、正直同じぐらいじゃない？俺もそう思ってんだ。そうだよね。あのね、これ勝ち負けねえよ今回。両方負けだよねこれね。うん。勝ったとかないでしょこれ。ない。わかんないから俺的にちょっと相談なんだけど、なんかメンバーに聞いてみようぜ。こういうのはね、元木に聞いた方がいい。早っ、出た。
珍しいね、一発出たね。元木さ、今さ LINE でさ画像を2個送ったんだけど、ちょっと見れる？これ元木の判断でいいです、はい、1枚目の画像と2枚目の画像、はい、これどっちが欲しいですか？あとね、あの今元木じゃなくて、どうもセカンドサマーウイカです。うるさ忘れてた、俺らが忘れてた。セカンドサマーウイカの判断でちょっと1枚目と2枚目どっちがいいか見るね、はい。いや、言うてこれ変わんなくて。やっぱそうだよね。セルカ棒2つもいらんし、いやゲームボーイのパチモンみたいなのあるし。お前も言ったよ。あげるよ。いやいらんかな。まあそうだよな。いや、これはこれ2枚目の方がいいですね。あ、お、2枚目の写真、マサイのでした。やったということで、今回の運対決、マサイの勝利でございます。けどさ、元木さ、はい、この勝負どう思う？よ、まあ、どんぐりの背比べみたいな。スイッチ当てたの？うん、ここで一回やったの。一回やって、それで妹と一緒にポチッと押したら、ああ、なんか出てきた。やば。一発？一発目。ここで？うん、だからないんだね。おめでとう。動画見てくれてありがとう。セカンドウィン。ツイッター、インスタグラム、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。オッケー。